もう限界だ。え限界だ。え、どうした、大丈夫、何がどうした。パソコンが限界だ。パソコンかい。限界だ。ということで、はあ、パソコンが限界ですよ。まあ確かにずっと使いますからね、パソコンって。だから、うん、新しく買おうと思って。え、いやいやいや、壊れてないし買わなくていいでしょ。ということで、え、買ってきたのはこちら、RTX4080 スーパー。え、なにこれ、パソコン扇風機じゃないですかこれ。はい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 。何ちょっと待って。何、いや、わかるよ。何が、いや、わかる。みんな言いたいことはわかる。え、何、え、4090じゃないのって。え、何、何、うん、わかるわかる。何が、でも、うん、4080スーパー出たばっかでしょ、うん、4090、今更買ったらなんか負けた気分にならない。こちらは、はい、GPU。 あ、パソコンのパーツなんですね。はい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 。パソコンのこのパーツを入れ替えることによって、うん、パソコンのスペックを上げます。あ、なるほど、たかし。はい、最近はね、本当にもう限界をちょっと感じてて、はいはい、まあ、編集はもちろんなんだけど、最近だとね、UE5 とか、うん、AI とかね、うん、使い始めて、うん、もうスペックが足りてないなと。なんか重くなることあるもんね。もうそう感じることがですね、多くなりまして、はいはいはい、限界を感じてるのよ。あ、おお、もう変えます。あ、はい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 、はい、でですね、はい、メイン PC のスペックですね、うん、今ざっくりこんな感じなんです、うん、あ、すごい手書き、はい、すごい、あ、どうですかって、はい、まずですね、はい、CPU は、うん、インテルコア i9 の 11900K、うん、なるほどなるほど。そして GPU が NVIDIA の GeForce RTX2080 の Ti、うん、なるほど。これ動画でやりましたね、はい、そしてメモリが 64GB、 うん、64GB。 いや、 CPU がね、うん、11世代なのもね、ちょっと気になるんですけれども。確かにね。ただマザボがね、うん、11世代までしかね対応してないのよ。はいはい。なのでちょっととりあえず見送りかなって感じですね。もう見送っちゃおう。で、うん、GPU、うん、RTX2080Ti は2018年にね、はい、発売で、うん、2年前ぐらいにメイン PC がね壊れた時、そう、この GPU をね使いましたので、うん、実際多分6年ぐらい、え、ほぼ活動初期から使ってる GPU なのかも。うわ、すごい長いやん。で、はい、早速ね、うん、乾燥しようかなと思ったんですが、乾燥、うん、ちょっと屋形船のイベントでね、うん、ちょっと控えてますので、はいはい、配信が初期不良とかちょっと起きるの嫌なので、いや、イベントが終わってから、うん、乾燥していきましょう。はい、わかりました。まずはね、うん、現状のベンチマークを取ろうと思います。ベンチマーク、 UE5 がね何 FPS ぐらい出てるのか、はい、動いてるのか見ていきましょう。ああ、いきましょう。オメシスの動画、ではパソコン取り外したので入っていきたいと思います。まずはね、ちょっとネジを外していきます。はい、では外します。よっこらせ。はい、こちらがですね RTX2080Ti で、これを変えていきたいんですけど、結構ホコリが溜まってますね。ちょっと掃除もしよっかな。ホコリ取った方がいいね、これは。それでは、ちょっと変えていきましょう。はい、こちら。でかっ。右のが新しいやつね。でっかくなってんですけど。スロットも3になってます。入るかな、これ。水冷のやつがあるから、結構パツパツだったんですよ、元から。大丈夫かしら。じゃあ、ここ取ります。どうしたものかね。ちょっと考えます。
とりあえず GPU は入りました。ただ、これ見てください。ここですね。これちょっと3本必要なんですけど、2本しかない。ここにつなげるやつが、もう1本必要ですね。ちょっと。明日、買う。はい、12ピンつながるやつ買ってきました。これでね、ちょっとつながると思うので接続していきたいと思います。見てください、こちら起動してます。はい、こちらですね。ちゃんと認識もされてます。はい、ということで RTX4080 スーパー乗ったぞー。そしてですね、なんとサブ PC にも、この PC にもともと入ってた 2080Ti が乗りました。え、リオのは？リオちゃんの PC 普通に3000万台でしょ。え、買えない方がいいんじゃない？え、3070だっけ？え、3060だっけ？わかる！ということで、はい、FPS がどのくらい出るのか、見ていきましょうか。え、もうなんかどんな感じに、どこで見れるの？はい。はい。ではこちら。はい。今がですね、4K で映してます。はい。そちらの FPS が今出てます。そちらの方に。あー、これ37、37、36、30、37fps ぐらい出てる。それってすごいの？すごーい！え、すごいんだって！すごいんだけど！え、すごい早いってこと？だって、2080Ti の時の fps は、こちら。だいたい 16fps ぐらい。結構動きかくついてますね。17。え、そんなに違う？16、17よ。すごくない？それって。カクカクしてたよ。それってすごいね。え、だいぶすごい。まあね、60fps とかに全然いかないんだけど、あの、普通の動画ぐらいだったらさ、30fps とれば十分じゃない？まあ確かに確かに確かに。熱っ。え、すごいじゃん。これしかも 4K での、これもう 37fps なんで、ちょっと 2K も見てみましょうか。うん、見てみましょう。はい、こちらが 2K! チューチュー！どうですか？待ってね。66、65から 66fps 出てますよ。あ、それってすごいじゃん。すごい。え、早いじゃん。めっちゃ早い。だってちょっと体の動きはちょっとモコピの通信速度とかもあるから、ちょっとカクカクしちゃってはいるんだけど、でもこの火とかやばい。後ろの炎を見てよ。え、すごいよ、このヌル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 なの。あとこの上の木のね、揺らめき具合とかすごいじゃん。やばくない？え、やば、進化したんだ。進化したね。だいぶ早くなったんじゃない？だいぶ早くなったかも。あとですね、はい、動画のエンコード時間測定してみたんですけど、え、どうだったの？12分弱のコラボ動画のエンコード時間ですね。うん、2080Ti の時が18分45秒かかりました。え、長っ。書き出しね。そんな長かったんだ。それが、こちらの4080だと、え、何分だった？17分40秒。変わんねえじゃねえかよ。まあまあまあ、そこそこ早くなったからぐらい完成されたんじゃない？約1分。うん、まあまあまあ、1分短くなったね。そんな劇的って感じではないんだけどね。本当にそれな。いやー、まあ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 。UE5 で GPU のメモリ不足で開けないマップとかもあったので、ちょっとこれでね、いろいろはかなると思いますよ。え、確かにいる。とにかくもうこの 4K で35とか出てるのはだいぶ熱い。そう、熱いよ、皆さん。だいぶ熱いですよ。すごそうだよ。はい、はい、ということで、はい、GPU 進化！イエーイ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 ！はい、ぜひ皆さんも、はい、パソコンのスペック上げてみてはいかがでしょうか。どんどん上げてこ、スペック。チャンネル登録とエクストラもよろしくね。よろしくね。それではまた次回お会いしましょう。またねー。バイバーイ。どんどん上げてこ、スペック。動きが違う。動きも。